はい、はい、ではフランキから深木に今週末発生予定の卵を移したいと思います。はい、はい、お願いします。あれ、電気がつかない。あ、ついた。よかったです。はい。まだ新鮮な匂いがする。うん、なんか汚れてる。鳥がいないのに、なぜ汚れるんだ。まあ、どっかから出てきたんでしょうね。ちゃんと掃除した後で。鳥が。え、違う、違う、違う。あっちのファンの奥の方とか。まあ、大丈夫でしょう。ピンク、はい、あ、ちょっとここ今日は小山田シックスパックですね。書くとこから始めます。そういえば何個あるんだろう、入覧するやつ何個だろうね。シックスパック何枚必要なんだろう。あ、でもフルで24個入るんですけど、深きに。で、1234567、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24個。ぴったり。よかった。よかったっていうか、25とかだとさ、どこね、一人立ちあっち。そう、一個のために。ということで今日は24個ですね。全部生まれるといいね。そうだね。したらだいぶいい。マジで全部生まれてほしいよ。うん、足りないです。四五もらないで。ひなが足りないです。マジで四五もらないで。ね、でも優生卵率が上がったのはなんでだろうね。不思議じゃないですか。一瞬涼しかったから。一瞬。でもこれってさ、何月の卵だっけ？結構前、1ヶ月ちょっと前の。そうだよね。そう。卵だからその頃の気候が良かったのか。いや。単純に親鳥。そんなことないよね。ねえ、ない。ずっと暑かったはず。あ、でもその今さっきやった見覧も良かったから暑さに慣れたとかかな。親鳥がオスダチョウがなんか疲れてたけどちょっと回復してきたとか、まあ、慣れか。オスかメスが疲れてるとうまくいかないと思うので。はい、しましょう。あれ、あれ、あ、どうした。どうしよう、いいか、いいですかね。はい、あれ、いけるんじゃない。え、いや、2個空いてたからさ、うんうん、2個のやついけたかな。ああ、あ、でもいいか、とりあえず1カゴ分で。はい、はい、いきます。はい、7月1日、はい、45、はい、1529、1529、はい、こちらになります。はい、よいしょ。はい、6月の30、はい、14 14 1446、はいはい、これです。はい、もう一個一個帰ってほしいっていう感じが、ね、はい、7月の5日、
はい。32-1390。はい。はい。はい。続きまして、7月の12。はい。18パドック。はい。1460。はい。はい、こいつでーす。はい、よいしょ。はい、続きまして7月の3日、はい、14パドック、はい、1505。甘えてる。甘えてる。はい。甘えててもちゃんと生まれるんちゃう、生まれるじゃん。そうですね。なんかでも他より中が飛んでっちゃう。あ、そう。今年の印象はあんまり割れてないなっていう感じ。なるほど。ですけど。はい、続きまして7月の3日、はい、新ブリ。お。少ないけど1547。はい、ね、ちゃんといるにはいると。そう、数少ない新ブリが。新ブリというのはガチョノスケたちのところです。はい、はい、よいしょ。ガチョノスケくんジュニアが生まれます。今も何羽かいるんですか？ 2、3羽います。東5にもいるね。何羽かいるね。うん、素晴らしい。はい、あ、ワンシックスパック投入完了。投入完了。じゃあよ。落ちてしまって、よいしょ。ネクスト6パック。はい、これでまた。はい、どこ。はい、行きます。はい、7月の13、はい、45、45、1461、1461。はい、はい、よいしょ。はい、続きまして7月の7日、7月7日、45、1567、1567。クランじゃないかなって思っちゃう。あ、やば、これクランかもしれない。何それ。出た出た。何それ、さっき出たやつ。うん、大丈夫か。大丈夫かもしれません。こいつは正面で生まれたやつ。ただの汚れ。なんか汚れ、そこに寄ったら匂う。いや、これプランなのかな、わかんないね。ついて入れておこう。綺麗にして入れておこう、うん、入れてしまいましょう。そうね、せっかくね、うん、中がちゃんとしっかりできてるのに、ね、表面のプランでするのはもったいないね。もしそれであれだったら大丈夫な気がします。ここだけだし。そうだよ、まだ弱っていない。はい、はい、はい、続きましていきます。はい、7月の13、7月13、新ブリ、はい、1488。おお、1488。新ブリ、そう、新ブリ。あ、2つとも次も新ブリ、すごい。帰ってほしいね。はい、はい、7月の7日、はい、新ブリ1549。はい、なんかだんだん新ブリが増えてきた。やった、卵いっぱい産んでるんだね。そうだよね、セーラーもいっぱい出しましたけど。はい、はい、行きます。はい、7月の4日、4日13、はい、1488。よいしょ。はい、はいはい、最後いきます。はい、7月の5日、はい、新ブリ、おう、はい、1532。1532。新ブリが多いぞ。多いね、いけるんじゃないか。よいしょ。
森だっけ、あのあーなんかフランちゃんがいた、最初に得たのこれ一応ね、一応、うん、怪しいから。でもなんかなんか表面に何かつく原因があったんだろうね。この45パドックで多いので卵の原因だと思うんですけど、45がフランが多い、多いと思う、多いです。へ、はい、フランになりやすい要因とかあるの？産卵場所とか、ああのぐちょってるお母さん鳥のなんかお腹の環境とか、あ腸内フローラが悪いとかな。あ、ビフィズス菌ですね、ガセリ菌ですね。いや、いろいろとあるみたいなんで、詳しくは分かんないんですけど。植物性の餌が腸内で発酵して、でもダチョウってみんな腸内環境いいはず、いいはずじゃない？いいよね、だって消化率がいいから、細菌がいっぱい、細菌バクテリア、何あの分解してくれる子たちがいっぱい住んでるはずなんです。そうそうそう、微生物か。うん、はい。ちょうどいい、6個、ちょうどいい。はい、あと2個半分。はい、3つ目の6パックいきます。はい、7月の6日、7月の6日、31パドック、はい、1595、これか。おお、なんか重たい。でかい子が生まれるかな。はい。はい、行きます。うっす。7月の5日。はい。45。45。1506。1506。はい。これ？え？よいしょ。鉛筆が鉛筆書きが薄かった。そう、すごいですね。まあ書きやすい卵と書きにくいのあるし。うんうん。はい、行きます。7月の12、はい、32パドック、はい、1328、1328、はい、はい、次行きます。はい、どこだこれ。あ、7月の8日、8日、はい、14パドック、14、1490、1490。え、なんか鳥の場合さ、うん、この産卵日と発生日どっちが誕生日になるんですか？発生日かな、発生孵化日が誕生日はどっちなんだろうな。あー確かに、いや孵化日じゃね、孵化日か、さすがに産卵日誕生してなくね。そうだね、中にいるかどうか分かんない。死んじゃったらどうすんの。7月の8日、7月8日、32パドック、はい、1340。いや、やっぱりほら無事に外に出てこられて誕生日なんじゃない。そうだよね。もし産卵日だったらポリタンと誕生日が同じ子が結構いる。そう、いっぱいいたね、うん。いきます。7月の9日、はい、45パドック、はい、1555、1555、はい、順調順調。はい、3つ目のシックスパックおしまい。はい、ね、7月8日が多かった。うん、卵が多い日。よいしょ。はい、最後の最後のシックスパック。あ、いいね、ちょうど24っていいよね。よかった、キリがよかったです。25とかだとどうしようってなっちゃう。一人だけね、仲間外れは悲しいね。一カゴ減らすか。いきます、はい、7月の10日、はい、32パドック、32、1314、はい、はい、はい、次、はい、7月の11、はい、44、1460、珍しい、去年の MVP が今年はちょっと少ない、ワースト
ワーストではないですよ。だってつかない、ほうほう、入れない子もいるし。いきます、はい、7月の10日、はい、13パドック13 1462 1462。これか、そう、いいね、全部真似ろね。はい、はい、7月の6日、はい、13パドック13 1534。あ、15、そう、1534 34。うん、大丈夫。はい、はい、はいはい、いきます、はい、7月の6日、はい、32パドック、い、1325 25、はい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 、ラストいきます。7月の、あ、7月の2日、あ、はい、32 32。薄いパターン、軽いな、1246、ほい、46、そう、ちょっと軽いね、軽いね、まあいけるんじゃないでしょう。小さ、ちっちゃい、かわいいヒナが生まれるか、ある程度はなんか関係あるけど、そんなに卵がでかいからって、そうだよね、ビッグにはならない。スッカスカの人もいるしさ、いるよね、逆にパンパンの人もいる。はい、じゃあ写し終わりました。はい、ということで来週じゃない、今週末ですね。はい、8月25日、楽しみに、みんな無事に生まれてきてくれますように、なれますように。はい、はい、おしまいです。バイバイ。